本航空の50年の歴史を簡単に振り返って見てみることにしましょう。1951年8月1日に日本航空は設立され、10月25日に定期便第1便が就航しました。1954年には国際線第1便サンフランシスコ線を開設。1960年代には DC-8 を導入、世界一周線を開設。1970年にはジャンボと呼ばれるボーイング747が登場しました。1976年に DC-10 が初就航。1985年には767、1989年から現在の機体マーキングに一新。翌年には747-400型が就航し、94年にリゾッチャが、96年には777が国内線就航。同年に JAL エグゼクティブクラスシーズンズを発表。98年には100機目のジャンボを受領しました。2001年に50周年を迎えた日本航空は、これからも私たちに安全で快適な空の旅を約束してくれることでしょう。